はい、どうも、イズログのイズです。で、動画の更新は久しぶりだね。はい。で、今日は、早速ね、英検の、結果から発表をしていきたいと思います。まあ、落ちましたよ。はい。で、まあ、これを、ちょっとね、これを振り返るんだけれども、まあ、リーディング、リスニング、ライティングが、568、587、583。一時合計が1738。で、やっぱり、合格基準には届かずです。で、前回と同じだね。まあ、あと一歩でした。はい。で、英検を振り返ります。今回ね、ダメだったのは、やっぱりセクション1の筆記だよね。ね、これ8問しか当たってないんだよね。これはね、結構致命的だし、まあ、だいたいサンプル本は、完璧に暗記はしました。まずはこれね、英検1級の集中ゼミと、はい。英検準1級を一つ一つ分かりやすく、このサンプル本を2冊、もうほぼ単語だけだったら、丸暗記したくらいまで、やったんだけども、まあなんだろう、ソース感食らったって形で、まあ、全然出なくて、まあ大体やったのは4問ぐらいかな、まだ覚えてる。4問ぐらいしか出なかったね。だからもうちょい、まあ、今後はちょっと単語、まあ、これまた要注意だね。で、あれ、サンプル本2回受けて、サンプル本をやってみた感想は、サンプル本が悪いじゃなくて、とりあえず、英検の過去問の、問題集の単語を、まあ、重点的にやった方がいいなっていう結論になりました。だって4問しか出なかったもん。はい。まあ、今回、まあ、この不合格になった、まあ原因は絶対に、まあ問1だよね。この穴埋め問題の25問中8問しか当たってないと。まあ、これだね。これが全てだね。で、まああと、今回の収穫として、まあ26番以降の正答数が意外と増えました。長文読解俺嫌いなんだけど。あとはリスニングパートの正解率がすごい良かったですよね、今回。だから、ここまでやってれば、じゃあ、セクション1のこのね、これがね、10問でも当たってれば絶対受かったんよ。マジ受かったんよ。まあ、それでも2次落ちるレベルだろうけれども。はい。で、まあ、あとは、技能別の正答数。41問中19。これをね、25から30までに上げたいんよね。で、これが 46% でしょ？で、19、リスニングが29問中の19だから10問外してる。で、あとは合格者、合格のラインまではまあ全部が全部届かず。で、意外と今回ね、ライティングが75で良かったんだよね。で、ちなみにライティングってね、残り15分切ったあたりからね、なんだろう。なんだっけ ?I think, なんちゃらかんちゃら、agree, first, second, in conclusion, 結論として、で、ものすげえ短いまとめ方と雑な、まとめ方をして、まあ、この 75% だから、雑でいいんだろうな、ライティングって。余計なこと書かない方が、やっぱいいんだわ。はい。で、まあ、あとは、リーディングとか、大問別の、出題の狙いと学習アドバイス。まあ、短文の語句の空所補充。これがね、痛すぎる。痛すぎた。うん。だから、もうちょいバリエーションを増やすことだね。また、あとはフレーズとかもね、覚えること。社会性の高い話題を持った英文に多く触れること。まあ、ごもっともだよね。はい。悔しいわ。で、大問、6問中の5問。これがね、6問中、5問当たってるっていうのはこれでかいよね。で、あとはその段落的な意味、うん、局所的な意味っていうか全体をね、線で覚えることができないんよね。特に長文読解は。だからここも当たってる。
大問の問い。10問中6問。これがね、10問中8問くらい当たってくれば、もうちょい楽かなって思います。でもまあ今回の範囲はこれ大問1、25分の8。これがね、ダメだわ。うん、でもね、受験者の平均正答率とほぼビタなんだよね。だから相当難しかったんだわ、多分今回。まあ平均の人から見ればの話。あとリスニングが、パート1が12問中の11問。これね、全然わかんなかったんよね。だからこれがね、大きい。で、パート2の内容一致問題、12分の4。これが寂しい。うん。でもね、これ覚えてらんねえんだよ、パート2って。正直。覚えてらんないから、これどうしようかなって感じ。あとはパート3のリアルライフ。これはまあ、そんなに難しくないからいいんだけど、まあやっぱり、まあもう、弱点というか今後もし受かるんだったらパート2、リスニングはパート2と、まあこの空所補充だよね。これさえできれば絶対次受かるんじゃないのかななんて、思ってます。で、あとは、はい。まあざっと前回と比べて、まあ何か、進捗あったかななんていうところの比較をしていこうかな。はい。で、これは前回のスコアです。まあ一応リーディングが、うん、574の582、545の合計で1701点なんで、今回は37点多く取れました。前回はこっちの短文がね、短文補充、単語補充のところも全然しょっぱいんだよね。まあ、全体的にしょっぱめだったんだよね、しょっぱな。うん。で、まあ、次がこれ、限界。前回のものと、まあ、これは比べると、1問目568のは、リーディング574。あ、前回の方ができてたんだね。短文空所補充582で、リスティングが587、5点アップで、ライティングが545で、これ583の40点アップおよそね。だから、まああんまり進歩はなかったということなのかな。ちょっと悔しいけれども。で、あと前回の振り返り、まあ、前回これ41問中23問当たってるんよね。そして前回ライティングがめちゃくちゃ悪かった。平均までいってないもんね。めちゃくちゃライティングはね、前回の方ものすごい書けたんよね。でも書かない方がやっぱり誤字とかがなかったからかな。多分それだと思う。だらだら書くと多分何かしら誤字ってたんだわな。はい。あと25問中の14問。大問と2が6分の2。これがね、大きかったね。で、次が10分の7。大問と2。まあ、これは前回も10分の7で、今回は10分の6だったらちょっと退化したな、ここは。で、ここ12分の16、12分の7。やっぱりここら辺が、前回はダメで、ここら辺がすごい伸びたのか。リスニングが伸びたんだな。うん。はい。はい、まあ、てなわけで、まあ、英検準一級2回目は落ちました。で、前回は1701点で、今回は1738点で37点、進歩がありました。これじゃなぁ。まあ、もうちょい。今回の反省としては、まあ、サンプル本よりかは、うん、サンプル本よりかは、まあ、英検のホームページの、ちゃんとした過去問で覚えた方がいいっていう、まあ、教訓だね。で、あとは、まあ、こちら辺、うん、まあ、ちゃんと、文法もやりつつ、だからまた足踏みはまたすんのかな、なんて思うけど、まあ、とにかく、とにもかくにも、うん、
まあ、やっていくことだね。文法からちゃんとやって、あとはコロケーションっていうものをちゃんと自分で、まあ、日記とかをまだ書く気に慣れてないけど、まあ、そこら辺ちゃんとした勢いで2級は取れたけれども、まあ勢いが今はないから、まあ、ちゃんと土台からやんなきゃダメかなっていう感じでした。まあ、在宅ワークの翻訳案件取るのは、まあ、まだまだ遠いよね。でした。